成長さん、G1 の舞台にお帰りなさい。はい、どうも、ただいま。去年ちょっとで体調崩してここ出れないとこからあの悲劇が始まったのかなという。もうあのカタカナ3文字のあの病気をもらってからですね。でその後共同で怪我して、はい、一時はあの正直こうここまで戻らないかもっていうのはありましたか。いやもうあのなんか地獄みたいな日々を送ってる時はもうちょっともう終わったかなっていう感じも9割ぐらいは感じたというか、まあ、しょうがないのかなという時期もあったんですけど、まあ、なんとか、まあ、帰ってきたというより帰ってこさせてもらった感の方が強いですね。やっぱファン投票で来たので、はい、でもそれにしっかり結果で、まあ、2着でしたけど、はい、着に絡んで答えたのもさすがだなと。ただもうちょっとこのやっぱ西武の外は半信半疑だったんですけど、しっかりもうちょっとあんまり言わないですけどファンの思いが乗ったのかなとちょっと感じました。ちょっとこれで二次予選もだいぶ見えてきましたし、はい、しっかりあと1走走って5日間、はい、アピールできればいいかなと思います。トースパの毎回立ち上がるたびに追いかけますので、はい、ぜひあと4回出演をお待ちしてます。頑張ります。